僕は霊媒体質だ。中学の時に霊障を受けたことがある。また同じ学校に通えるよ。改めてこれからよろしくね。いとこのほおずき弥生ちゃん。今日から弥生ちゃんを担当することになった幻燈が慶太郎です。え、慶太郎先生、心霊スポット行こうぜ。あ、僕家庭教師できたんだよ。これが僕と彼女の出会いだった。大丈夫、ここから先は私の役目。成仏もせずに人を襲う執念をたたえて、覚めることのない無限の夢を見せてあげる。歩み寄るほどに目指しているまともから遠ざかる気がする。僕はこれからやっていけるのか。ゲットだぜ。さよなら僕を今日まで支え続けてくれた人。さよなら今でも誰より、その音を待っている人が、必要としている人がいます。そして